こんにちは、石山浩二です。アンティークコイン投資を極めるのコーナーです。今日のお題は、今日も質問ですね。石山さんが体験したオークションでの予期せぬ出来事の体験談とはということで、ご質問になっています。1つ目、開始時間の間違いでオークション終了。2つ目、息子とアカウントが被ってコインを購入。3つ目、コイン到着まで2ヶ月かかった。4つ目、裸のコインを鑑定に出したら5枚中4枚が傷物鑑定と。この4つのテーマについてお話をしていきたいと思います。今日も質問ですね。オークションのことです。オークションの注意点っていうのはこの間1回動画の方を作ったので、ちょっと近い内容にはなるんですが、私が実際にオークションにこう参加してですね、体験した予期せぬ出来事ということで、びっくりしたということをちょっとお話ししていきたいと思います。で、1つ目、開始時間の間違いでオークション終了ということで、海外オークションなので、日本とまず時差があるというのが大前提になります。で、あとヨーロッパでもアメリカもそうなんですが、夏時間と冬時間があるということも一つと、あとは、そのオークションによってその進行度合いが結構違ったりするんですね。自分の中ではだいたい100ロット要は100品番ってことですね。100品番を1時間ぐらいで進むのがオークションみたいな感覚値を持っていたので、前にその確か5時からのオークションだったと思うので、300番台だから2時間ぐらい寝れるかと思って、7時とかから参戦すると、いや実はもうそのオークション終わってたみたいなことがありました。で、この時間間違いは過去に3、4回あります。要はだから、終わってしまうっていうパターンですね。だいたい今ネットオークションなので、ウェブでこうつなぎながら、何番何番何番というふうに進んでって、こちらの方は日本にいながらクリックするだけなので、起きてちゃんとパソコンに向かっていれば入札できるんですが、その朝早かったりするんで、その隙間時間をちょっと寝たいわけですね。だいたいアメリカのオークション5時からスタートとかなので、非常に辛い時間帯なので、7時まで、寝てからとかっていうふうにやると、どうしても寝過ごしてしまうことがあったというのが、最もの失敗例かなと思います。そういう時に限って、実際にじゃあ自分が入札したかったコインを見たら、思ったよりもよっぽど安く買えてるということがあると。ただ入札っていうのは、相手がいることなので、自分が例えば3000ドルで買おうと思っても、そのオークションが仮に2500ドルで終わってたとしても、自分が参戦したら3000より超えてたりする場合もあるので、ここは結果は開けてみないとわからないんですが、おおむね寝過ごしてしまうと失敗が多いなという話です。で、2つ目、息子とアカウントが被ってコインを購入ということで、これ自分の息子と一緒にオークションにこの間初めて参加したんですが、パソコン自体のアカウントがこう被ってしまってですね、自分のアカウントで入れてるつもりが息子のアカウントで入札したりしたことがあったので、これ本当にパソコンを、ログインするときによく見ないと、人のアカウントで入札してしまうこともあるんだなという感じです。で、今、まだそれは到着待ちのコインがあるんですが、そのようにアカウントのログインっていうのも気をつけておかないと、パスワード忘れてしまったりですね、もしくは、ミニマム、金額というんですかね、この間ちょっとお話したんですけど、マックスベットですね、要は最大上限金額が決まったりして、あとそれが注意事項に書いてあったりする時もあるんですね。なのでそこを間違えてはいけないかなっていう感じです。あとこれはちょっと今題名には書かなかったんですけど、手数料がかかるんですね。だいたい今オークションの主流なのは2割ぐらい 20% が手数料がかかると。なので5000ドルだったら 20% なんで1000ドル手数料を払って、トータルで6000ドルプラス送料プラス保険料みたいなのがかかるので、その辺の支払いも、よくよく注意して送る必要があるなというふうに思います。で、3つ目、コイン到着まで2ヶ月かかった。これも新型コロナが流行りだして多分初めて起きたことだと思うんですが、ヨーロッパのある国では国によって、アンティークコインの例えば1500年より以前のものとか、1万
ユーロかな、1万5000ユーロかな、まあ、価格の高いものは特別な輸出許可が必要で、それをクリアしないと、まあ、要は配送できませんみたいなことがあったんですね。で、オークション会社曰く、オークション前に出してたのにまだその申請が降りてないみたいなことを言われ、それを入札して落札してしまったがためにまだ送られてこないコインっていうのがあります。で、まあ、もう一つの方はスペインの会社だったと思うんですが、配送もフェデックスとか DHL じゃなかったので、配送自体の時間もかかったのと、あと今言ったように輸出許可に1月ぐらいかかったという感じで、まあ、入手するまで2ヶ月かかってしまったというのが、まあ、一番、まあ、ちょっとびっくりしたことかなっていうふうに思います。で、4つ目、裸のコインを鑑定に出したら5枚中4枚が傷物鑑定、まあ、これはコインを始めた当初に試しにやってみたんですね。まあ、カタログ上とかウェブ上に非常に綺麗なコインがあると。で、これを鑑定に出せばいい鑑定がついて安く買えて、より儲かるんではないかということを試したことがあったんですが、まあ、5枚中4枚が全部、傷物判定だったと、まあ、ディテールという内容ですね。なので、まあ、裸のコイン、今でもおそらく9割以上は裸のコインです。無鑑定って意味ですね。なので、まあ、その無鑑定コインを買って鑑定に出したとしても、まあ、傷物鑑定、あとクリーニング鑑定とかになる可能性が、まあ、高いかもしれないという話ですね。まあ、私の場合は5枚中4枚だったので8割ダメだったので、まあ、それ以来その手法は基本的に取らないというふうに、まあ、作戦を変えていったっていう感じですね。まあ、ただ今、ヨーロッパコインとかでも、まあ、傷物なのかクリーニングなのかみたいなものがグレードついてたりする場合もあるので、まあ、ここは一体どれがグレーディングがついてどれが AU ディテールみたいなものがつくのかは、まあ、鑑定会社以外決めれる人はいないので、まあ、そこのところは、参入するのを控えた方がいいのではないかというふうに思います。そろそろまとめですね。1つ目、開始時刻の間違いでオークション終了と、まあ、このオークションっていうのはライブで参加するときは絶対にそこに、居合わせなきゃいけないので、まあ、事前入札もあるし、まあ、そこで入れといて落ちなかったらもうそれで仕方ないという方法を取れば、今みたいに寝過ごすとか、間違ってしまうとかっていう可能性が減るんですが、まあ、本当に朝早いとかでは苦痛の場合に寝てしまうと今のような失敗が起きる可能性が非常に高いです。2つ目、息子とアカウントが被ってコインを購入。まあ、これはたまたま息子とアカウントが被ってしまって、人のでログインしてしまったのが悪いんですが、まあ、どちらかというと当日、パスワードを間違えてログインできなくならないようにとかですね、あと事前に承認が必要なオークション開催もあるので、まあ、そのような時はなるべく日程に余裕を持って申請を出しておく必要があると思います。まあ、日本の会社みたいに即日返事が来なくて、海外の人って時間にルーズなのでなかなか返事来なかったりするんで、まあ、そこは気をつけた方がいいかなという感じです。3番目が到着まで2ヶ月かかったと、まあ、今特にヨーロッパのオークションですねは輸出申請みたいなものが必要なオークション会社もあるので、まあ、その時には来るまでに時間がかかるよということを、一考しておいた方がいいと思います。4つ目、裸のコインを鑑定に出したら5枚中4枚が傷物鑑定ということで、まあ、裸のコイン自体は非常に安く買えます。安く買えるからお買い得で、それでうまくグレーディングがつけばですね、非常に大きな、利益を生む可能性があります。なので、まあ、資金に余裕があって、あと鑑定に出す、時間の余裕がある人は、裸のコインを買ってみて、グレーディング会社、NGC とか BCJS に送ってみて、鑑定が、まあ、つくかどうかですね。まあ、いわゆる、AU50 とか53とか MS の60とかですね、そういうグレードがつくかどうか、スラブケースには入るんですけど、スラブケースに AU ディテールとかクリーニングとか書いてしまうとコインの価値が著しく下がるので、まあ、そうならないように、まあ、最初から鑑定済みコインを買うか、もしくは、その
安く買っていい鑑定がつけば高い価値になるというリスクを持ってですね、そこに臨むかっていうのを個人の、まあ資金とかですね、あと時間とかでやっていくといいのではないかなというふうに思います。本日の動画が面白かったという人はぜひいいね、高評価をつけていただければと思います。あとコメント欄には質問とかですね、ご感想を書いていただければいいと思います。まあ、これも最近喋ってるんですが、新しく LINE アットをまた始めてですね、こちらの方に無料の相談の権利、申し込むと権利をもらえるものがあります。まあ、動画を見ると、申し込めるようになっているので、まあ、ぜひその、直接聞きたいときにはそちらの方から申し込んでいただければ、無料相談の方にも、参加することができるのでうまく使っていただければと思います。あとまだチャンネル登録していない方はぜひこの機会にチャンネル登録をよろしくお願いいたします。本日の動画のご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。